日比谷三井ビルディングは東京都千代田区有楽町一丁目に所在していたオフィスビルである再開発事業のため2011年に解体された三井不動産が三井合命会社から引き継いだ社有地に1957年9月に着工1960年8月に完成した高度経済成長期の最中で 31メートルの高さ制限がある中で広いのべ床面積を確保するため大規模な建築となり、アルミ建材やステンレスを多用した外装も先進的なものであり、第3回 b c s 賞を受賞している。三井銀行本店や日本製工所本社が入居するなど、日本橋地区と並ぶ三井グループの一大拠点となった。三井住友銀行本店が2010年10月に、 大手町に移転するなど順次入居企業の移転を進め、2011年よりビルの解体に着手した。この一帯の再開発事業は、都市再生特別地区及び国家戦略特区の特定事業の一つと位置づけられ、駆動を挟んだ北側の2007年に解体済みの三新ビルディング跡地と一帯の再開発が行われた。新ビルの名称は東京ミッドタウン日比谷となり、 地上35階、地下4階建てで高さ約192メートル。延べ床面積は約18万9000平方メートルとなる。日比谷公園を見下ろす低層部屋上テラスやプロモーションイベントなどが行えるアトリウム災害時には帰宅困難者が滞在できる設備がある。2015年2月に本体工事着手、2018年2月に竣工 三ンビルとの間の駆動は廃止された。ありがとうございます。